山ちゃん速道さんの今回の動画すごくいいじゃないですか。編集もねきっかりしてますしね、声がねとってもいいですよね。なんで今まで声を出さなかったんだって思えるぐらい山ちゃんの声がすごく料理のねこの調理の段階に響き渡ってね、なんかやってみようかなと、この調理してみようかなって気になるんではないかなと思います。さあそこでですね、褒めてばかりでは進化しないんで、またあえてですね一つハードルを私の方からお送りしたいと思います。それはですね、動画の長さなんですよ。これ10分ぐらいの動画じゃないですか。これを3分ぐらいにできたらもう上級者です。でも多分ね、この、ジェットカットっていうんですけども、あのカットっていうのが非常に難しいんですよ。で動画っていうのは何が難しいかっていうと、ベタ撮りって言って撮りっぱなしをそのまま撮って出し出すのは簡単なんですけども、その1秒2秒削りながら10分の動画を7分にするとか5分にするとか3分にしていくっていう、どこを削るか、そして削った結果動画の流れがものすごくスムーズでシャープにリズムよくテンポよくなるのがこのね動画編集の力なんですよね。まあここだけかなと思いますね、今のところ。次の段階に進むとしたら、それができるとものすごく先に進むと思いますし、あと動画を撮るときにね、最初からカットされそうなところはもうね喋らないとか、カメラに、カメラワークに入れないとかっていうこともできてくるんですよ。まあですので動画を撮るスピード、編集速度がどんどん速くなるってことになります。ですので次のステップとしてはですね、この10分の動画をどのくらい削れるか、最初は8分ぐらいかもしれませんけども、2分削るだけでもすごい進歩だと思うんですよ。できればいつも山ちゃんの動画は3分から5分の間で収めるようにっていう風な設定をね設けていって、その中でテンポよくリズムよくスピード感あるような動画解説と調理の仕方っていうものがねできるといいと思いますよね。まあそういう風にちょっと考えながら、すぐはできないと思いますけども、あこれカットしていくのをもうちょっと削るところを意識しながら撮影してみようかなとか編集してみようかなとかね、そういう風に考えていくのはいいんじゃないかなと思いますよね。で要するにカットしたところをもうそのまんまカットしちゃうと何が何だか分かんなくなっちゃうのをつなぐのがこの声セリフだというふうな考え方もできます。もしくはテロップとかね、声とテロップでカットしたところを補填するみたいな考え方です。まあそういうふうにしていくと動画の質っていうのはさらに上がっていって、あ山ちゃんの動画って短いけどたくさんのこうね発信意味が込められてるよねっていうふうになっていくと思います。頑張ってください。それでは失礼します。でも動画はいい出来でした。